はい、どうもおはこんばまさひろです。今回なんですけども、キングダム7フラやっていきたいと思います。ガシャです。リミテッドガシャ。超と来てますね。鬼人画家の、誇り高き花道。これめちゃくちゃ、まあ僕の中で強いと思ってる武将です。ちょっとね、特殊能力忘れましたけど、まあめちゃくちゃ強いリミテッド超党になってます。で、この超党なんですけども、まあ、最後聖界倒して毒でやられちゃうんですけど、めっちゃフォルムかっこよくないですか。ちょっと見ましょうか。ステータス超党誇り高き花道ということで、鬼人ですね。鬼人画家ので、僕歓喜は当たったんですよ。前々回のライブ配信でちょっと引いたら当たっちゃったんで、はい、今回はですね、やっぱり超党を狙っていきます。対象技能なんですけども、攻撃力、必殺技、威力アップと、常時なんで、しかも、あ、本人がね。個人技能が変動で攻撃力、特大、あとこれなんて読むんですか、院長墳長、ちょっと字が読めない。で、必死技能で効果で HP1 の状態で耐え続けることができると。で、通常攻撃や状態異常をものともしない強力な技能だと。要は必殺技でしか倒すことができないんですよ。で、これって逆に言えば必殺技さえ封じ込めれば、超党は絶対に死なないという、多分これ強いですね。はい、あれ、これ対象技能になってる。ちょっと待ってよ、ごめんね、ごめんね。まあ、コウ孫竜と組めば強いみたいですけど、どこに書いてたっけ、あ、これ技能詳細、個人技能でしょ、うん、個人技能なんで、常にある状態です。では今日ですね、13連行きたいと思います。石56とチケットが3個あるんで、これで早速やっていきます。じゃあチケットから行きましょう。ほい、ぐるぐるパン。もう全然ね、携帯の端末変えて全然いいの当たらんと思ったら、無料ガシャあるじゃないですか。今あれでね、昨日今日で星6出たんですけど、あんまいい星6じゃなかったです。衛星とあと誰だったかな、ちょっと忘れましたけど、もう一人副官です。で、2回目単発当たるイメージわかんけどね。ういっ、うわー、ないわ。昨日一昨日か、一昨日引いた時は何連したんかな、20連ぐらいしたと思います。20連ないぐらいか。サジ0点人斬り隊長サジ。サジ負けますよ、ね、確か。じゃあチケット最後。うわ、早っ。はないわ。確かに深いし。ほう。あ、ようか。ではね、11回引く、50個石使ってやっていきたいと思います。いくぜ。神の力を。神の五加護を。あー、ブエンバーピバラ。持ってるのか、 YouTuber 魂。金印出た。5は確定。この後ね、字が黒ければ最高。トゥー、この後鳥が黒になれ、黒鳥なれ。フィーン。うわ、終わった。最近マジガシャウンない。天字マジでないよ、本当に。終わっとんな。マジ超党欲しいな。今回の超党はちょっと欲しい。来い。あれ、この辺で光ってたよね。金色になってたよね。あれ、星4しか出ない。マンゴクとかいらん。てれてれれ。もうマンゴクとかいい。7。来い。8。せっかく石ためたのに。9。うわぁ、うわぁ、終わったぁ。
んやねんこれ。今日最後ショックデカ。はい、ということで白く余ったな。単発したらもったいないしな。あ、インガシあるじゃん。え、めちゃくちゃイン溜まってる。なんでこんな溜まっとん。まだいいか。あー残念、蝶と当たらず。蝶とは引く、最後引くかもしれんこれで。今月ね、いい星7なかったらちょっと引こうかなって考えてます。え、でも来るでしょ星7。星7ってどれぐらいのペースで行くかちょっとわからんけど、ちょっと押し出せみる。来てないもんね。次リミテッド応援ガシャでしょ。あ、回死亡使えばいいん。どっちも持ってるからね。はい、ということで今回はダメでしたね。次回また石が溜まり次第ね引いていきたいと思います。でも77回引いたら絶対どっちかもらえるんで、まある限りは引いていきたいと思います。で6月23日から合唱戦始まるんで、こちらも頑張っていきます。ストーリーね131だいぶ減った。でこれを限りなくゼロに近づけるように、まあしっかり調べたりして、まあ編成組んで、頑張っていきます。そちらの方も見ていただければと思います。では次回またキングダム7フラでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンもよろしくね。それではまたバイバイ。